いきなりですが関係代名詞の復習です。この文を英語にしてみてください。ここは彼が生まれた町です。どうかな。まずこの文の中で一番伝えたい部分、括弧となっている部分どこかというと、ここは町ですといここの部分だね。そしてこの文の中の町についてさらに彼が生まれたってこの部分が町を説明しています。 なのでここは町ですっていう文と彼はこの町で生まれたという2つの文を1つに組み合わせる関係代名詞の文を作っていけばよさそうだねまずは角となる部分から先に書いていきます This is the town ここは町ですでこの町 The town を関係代名詞を使って説明していきます町なのでものだね which を使っていきます which He was b o こういうふうに考えてこれで完成だって思った人惜しいです実はこの分まだ何か足りません何でしょううんこれ後半 which 以降を考えてみると彼はこの町で生まれたって he was born the town って言うかな言わないね he was born in the town って言うよねということは 今回 The town は先行しに来ているから省略されているけど In は省略できないよね。最後に In が入れます。ここまでかけてこの文完成です。This is the town which he was born in。これ最後の前置詞忘れないように注意しなきゃいけなかったよね。ちなみに今回使った関係代名詞 which はもちろん that でも OK だし 今回の関係代名詞は主語を表している主格でもないので、これ省略することももちろん可能です。This is the town that he was born in でも OK だし、This is the town he was born in でもどれでも OK です。ここまでは今までやった関係代名詞と一緒です。さてここからが新しい内容なんだけど、この一番最後に置いてやった in この前置詞 関係施設の一番最後の前置詞っていうのは関係代名詞の前に持ってくることができるんです。ここだね。なので今回の文をこういうふうに書き換えることもできます。はい。This is the town in which he was born とこの which の直前に前置詞を持ってくることもできるんです。これが今回の動画で紹介したいポイントです。 前置詞を関係詞の直前に置くことができるよ、という、こういう形を作ることができるんです。この形の時は、ザットを使ったり、あるいは省略したりができません。物の,の時は必ずウィッチを使ってください。じゃあ、人の時はどうでしょう？人の時も見てみたいと思います。今度はこんな文です。ソフィアが話している女性は誰ですか？疑問文だけど、これも関係代名詞を使って書いていくと。 まず「その女性は誰ですか?」というところから書いていけばよさそうです。Who is the lady でこの「The Lady」女性に関して関係代名詞を使ってソフィアが話しているという部分を説明してあげます。今回は人だから「Who? s o p h ?is talking with」こんな文うになるね。 Who is the lady who with? the Sophia is is talking lady これでソフィアが一緒に話している話している女性は誰ですかという文が出来上がりました今回は人を表す関係代名詞の「who を使っていきましたただし今回もこの「who の部分ね「that」に置き換えることも可能「Who is the lady that s o p h is a i talking with」とていうこともできるし今回もこの関係代名詞主格じゃなくて目的格だね この関係施設の中で主語じゃなくてこの with の後に来る人この人を指しているので目的格だねつまり省略することができるそれから「who の時には目的格として「o む」を使うこともできます一番最後に「M」を置いて「風む」これは目的格の時だけに使える人を表す関係代名詞でした なので、Who is the lady whom Sophia is talking with? っていうこともできました。ここまでは今まで習った内容。そして今回新しく出てきたのがここだね。関係詞節の一番最後、後半部分、with と前置詞で終わっています。ということはこれもやっぱり関係詞の直前、w h の直前に置いてあげることができます。 ただし人を表す関係代名詞の時にはちょっと注意が必要ですこの前置詞を関係詞の直前に持ってくる時にはこの「whom」を使ってあげる必要があるんですなので今回の文はこういうふうに書いてあげることができます「who is the lady with whom Sophia is talking?」とこういうふうに書き換えてあげることもできますこの「with」が関係代名詞「whom」の直前に 置かれています。この形ね、前置詞プラス関係代名詞の形になってます。で、人の時はね、必ず前置詞を直前に置いたら、ふうむを使ってください。要は前置詞が移動することができるよっていうのが今回のポイントです。簡単なね。ちなみにこの前置詞を関係詞の直前に置くこの形、結構形式ばった雰囲気になってしまいます。なので。 自分が作文するときにこの形を使うとちょっと堅苦しくなっちゃうので注意してくださいでは今回のこの形他の文でも練習してみたいと思いますでは練習です1つ目これが私が働いている会社ですこの文を関係代名詞を使って書いていくんだけどあえて堅苦しくます。まずはこの文の骨格は これは会社ですの部分だね。なので、そこから返ってきます。This is the company で、えー、先行詞 :The company ってものだから、関係代名詞は which 使っていて which 私が働いている。I work ここで終わっちゃだめです。これだと何か足りません。 私はこの会社で働いているというきには I work for this company とう FOR が必要ですなので今までの書き方だったら which I work for とここに入れてあげるんだけど今回せっかくこの前置詞を関係代名詞の前に持ってくるという形を勉強したのでその形で書いてみたいと思いますこの FOR をこっちに持っていって This is the company f o こういう風に書いてあげることができます。これで完成。この前置詞を関係代名詞の直前に置いてあげてちょっと堅苦しい文を作ることができました。じゃあ2つ目も行きましょう。アダムが話しかけている人は校長です。あなたどう思いますかみたいな話しかけてる。この先にいる人が校長です。という文です。じゃあこれを英語にしていきましょう。 今回この文はその人は校長ですという文とアダムはその人に話しかけていますという2つの文が1つの文になっている関係試しでくっついている文だねなのでまずその人は校長ですという核になっている部分から始めていきますその人はだから the person でこのまま続けたいんだけどここでこの人の説明を入れていきます今回人だから who で、アナムが話しかけているなので、Adam is talking。話しかけてるから、to を使うか。Who Adam is talking to。で、この後に、その人は校長ですの続き、the person の続きね、is the 校長はね、school principal と言います。school principal。こういうふうに書いてあげます。 ただし、今回も前置詞を関係詞の前に持っていきたいです。あれ、今回文の一番最後に前置詞ないなって思ったかもしれません。これさっきちらっと言ってたんだけど、前置詞ってどこの前置詞を持ってきたらいいの？っていう話なんだけど、この負関係代、名詞の説関係代、名詞説の中の一番最後の前置詞を持ってくることができます。 今回「風」で始まるこの部分でどこからどこまでが一つの説塊か,かなうんこ,こからここまでだね「who Adam is talking to」この部分がアダムが話しかけているっていう部分になっていますでこの説の中で見るとこの「to」が一番最後にあるのでこれを「風」の手前に持ってきちゃいますということは この to を消して、who の直前に持ってきます。で、人の時には、前置詞前に持ってきたら必ず who、who を無にしてあげなきゃいけなかったね。なので、こうなります。The person to whom Adam is talking is the school principal. これで、アダムが話しかけている人は校長ですっていう少し硬い文を作ることができました。今回はこの前置詞 to を関係代名詞の直前に持ってきました。そして、 この前置詞を直前に持ってくるときには人を表す関係代名詞のときにはフームを使ってあげます。ここまで前置詞を関係代名詞の直前に持ってくる形見ていきました。